京都西陣奥里です。桜やさこいの参加は今回で3回目となります。地元京都での演舞を楽しみに日々練習を積み重ねてきました。今年のテーマは暁、燃え上がるように売り動く人の心情やその様を全身を使って表現していきたいと思います。踊り子一人一人の演舞をお楽しみください。それでは皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。京都西陣奥にの皆様でした。ありがとう。